どうも、バキバキバキことホズムです。はい、ということでですね、今日は手の長いエビ、手長エビを釣って食べてみたいと思います。それでは行ってきます。今日のあいさちゃんはこのデュオちゃんです。なんと買っちゃいました。今日は晴天無風なんでいいドライブができそうで楽しみ。そして行くのにね、ナビがやっぱ必要だなと思って、このね携帯ホルダーも買っちゃいました。いやー、いいの買っちゃったんですよ。ちょっと見てください。じゃりーん、ほら、充電をしながらしっかりとホールドするというね、やばくないですか。これ最強なの買っちゃいました。よし、でこれでピッて取れるというね、やばい。よし、テンション上がってきた。しゃ、行くぜ。もうすぐ釣れた後に食べる場所に到着します。先にね、予約をしておかないといけなかったので、一旦ね、そこに行って予約を確認してから行きたいと思います。よし、受付完了しました。んでね、手長エビを釣る場所はなんとここです。いやー、いっぱいね、みんな手長エビ釣りなのかな。岩の先端にね、人がいるからやってるのかもしれない。よし、頑張って釣るぞ。おー、この穴の中に入れていくのか。めっちゃエビいっぱいいそう。じゃーん、エビタナゴ。いや、久しぶりのベザオ、めっちゃ柔らかいね。仕掛けはこの2つを買いました。どっちがいいかな。餌は赤虫を使います。目につけといた方がいいのかなと。さあ、ここの穴に投入。ピュー。あ、ちょっと重りがついてない。よし、OK。OK。このね、赤のやつが食ってたら引っ張られる、そして食ってなかったら引っ張られない。さあ、エビさんはいるのか。なんか映像通すとめっちゃ光っちゃってるな。引っ張られてる気もするけど、わかんないな。どうだ？
いるのかい、いないのかい、ちょっと聞いてみる。あ、引っ張られてる、引っ張られてる。よし、じゃあどうしようかな。なんかね、エビってね、食うのね、めっちゃ時間かかるみたいだから。よし、どうだろう。行っちゃうか。行っちゃいます。せーの、ほっ。あれ、違うじゃん。いないんかーいなんだ、なんか引っ張られたと思ったんだけどな。おかしいな。2匹ぐらいつけました。よし、これならいい感じだろう。いきます。絶対釣るぞ。あ、全然落とせてない。いいよ、この辺かな。よし、 OK、 OK、 釣るぞ。どうしたらいいんだろうな。こうコツコツってきてたら、もうちょっと待った方がいいのか、待ちが足らないのかもな。なんかくるくるになっちゃってる。くるくるになってるとね、良くないから、多分ちょっとここ直そう。よし、OK、これでね。いや、難しいな。浮きが見えづらいからな。聞くぐらいのがいいんだな、多分。持ってってる感ある気もするな。違うのかな。なんでだろう。違うのかな。はい。あのコツコツコツっと来るでしょ。はい。そしたらこうやっちゃダメなのよ。あ、そうなんです。そーっと、わかりました。今が来てたよね。なんか来てました。あれ、こうやっちゃダメなのよ。こう、そうか。そうがいいんですね。わかりました。そうがいいみたいです。コツコツコツってきてたら、そう、くぅ、むずい。お、だいぶ浮きが見えるようになってきたね。お、めちゃ、お、めちゃ、めちゃ動いてる、浮きが。めちゃ動いてる。めちゃ動いてる。めちゃ動いてる。よし、もういいでしょ。そう。やったー！やったー！ありがとうございます。釣れました。そうで。
手がめっちゃシャキンって伸びてて可愛い。可愛いね。あとで食べてあげるからね。これでいっか。よし。すごい、超吸い込んでる感ある。どれぐらい待てばいいんだ、どれぐらい待てばいいんだ、これぐらいでいいのか。いいのか、いいのか。いくよ。やったー、4匹目。やったー、釣れたー。よし、じゃあ5匹釣れたからいい感じにね、食べれる食べ頃な数なので、これで料理編に行きたいと思います。それではここでね、下処理をしていきます。せっかくなんで机と椅子もね、レンタルしました。いいね。よし、じゃあ早速料理していきたいと思います。そしてオリーブオイルで今回も揚げていきます。よし、温まるまで待ちます。いきます。おお、めっちゃ丸くなっていく。そしてめっちゃピンクくなっていく。どんどん入れていこう。なってるもんね。すごい、めっちゃザ・エビって感じ。美味しそう。いただきます。エビせんだわ、これは。さっぱエビせんの味がする。
臭みも全くなくてめっちゃ美味しい。うん、これはスナック菓子だ。うん、では、ゲーピー。コーラが合う。